にちは、寺田食堂の寺田です。今日はですね、とんかつを作りたいと思いますね。とんかつは私も大好きで、日本に行った時はね、よくとんかつ食べます。日本のやっぱりとんかつは豚肉の質が違うんでしょうね。今日はね、できるだけそれに近いとんかつが作れたらいいと思ってます。それでは行ってみましょう。はい、今日の食材です。まずは豚肉ですね。ボンレスリブアイポークチョップっていうのがあったので買ってきました。まあまあ良さそうなのでね、とんかつにしてみようかなと思って買ってきました。そしてまあパン粉ですね。そしてオールパポーズフラワー、塩コショウ、卵なんですね。まあ工程としてはまあ豚肉に塩コショウして、粉をまぶして、その後卵、そしてパン粉ですよね。でまあ、大体このポピュラーなのはこのパン粉ですよね。このドライのやつですね。まあ、しかし今日はですね、パンですね。このパンでですね、パン粉を作ってやってみたいと思いますね。まあ、日本で私仕事してた時には生パン粉っていうのがありましてね、やっぱりこの乾燥してるパン粉よりは揚げた後に口当たりがいいということと、サクッとこう上がるということで、今日はですね、この食パンの方をですね、パン粉作って、それでとんかつやってみたいと思います。まずこの食パンのですね、この茶色のところですね、これのけます。はい、そしたら次はですね、このブレンダー使って、パンをね、崩していきます。はい、こんな感じでいい感じにできてますね。はい、そしたらですね、まず先にこの豚肉に塩コショウしますね。はい、それでは卵を割っていきます。はい、それではパン粉をつけていきたいと思います。いい感じですね。
はい、それでは揚げていきます。こんな感じです。はい、それでは試食してみたいと思いますね。キャベツ、ちょっとマヨネーズ、とんかつソースですね。では食べてみましょう。このまずあの感触がいいですね。クランチだけどその硬い感じじゃないですね。あの肉もね柔らかいですよ。今回になってきたこのボンベスリバイポークチョップ、ありだったと思いますね。最高です。グッドです。ぜひトライしてみてください。それではまた次回。